まあね、吉田さん。興味、好奇心、動機。こういったものを、まあ内部から湧き起こされたり、外部からね、動機づけられたり、私たちはするもんですよね。まあ、あの、タバコに関して、なんで吸うようになったかというと、まあ私の場合はね、あの、こう悪ぶりたいから吸ったんですよね。<laughs> とりあえず、やることないから、一見してわかりやすいのはタバコ吸うことかな、みたいなね。まあそういった、 少年時代の好奇心とそれから興味づけによって利害が一致して吸い始めたとそうするとねこのタバコの中にはもう理由もなく吸いたくなるようなもうね理屈とかね効率とか関係なく吸いたくなるようなまあ麻薬物質が入ってるんですよねだからあとはもう動機なんて関係なくもうタバコに操られるようにタバコを買いライターを買い消費活動に参加させられ そしてタバコを吸ってる間は他のことがほとんど何もできないみたいなね。えー、タバコ吸い終わった後もしばらくボーっとしてたりとかね。で、タバコの吸い殻とかゴミとかを片付ける時間を人生から摩耗されたりとかね、するわけなんですよね。うん、まあ、タバコを吸ってて印象が良くなることはないかなっていうのは、自分はやってなくてもタバコのポイ捨てをする人がいると同じに見られるってことですよね。でもタバコを吸ってない人はそもそもポイ捨てをしないんで、 まあ悪く見られることは基本的にタバコに関してはないかなってところかなと思います。うん。まあけどね、タバコに限らずですよね。他のどんなことをしても、ケチをつけようと思えばつけられるんでね。うん。何なんでしょうかね。ちなみに私、今回、ベストキット全シリーズ買って見ております。やっぱり面白い。面白いけど、何が面白いかっていうと、 あのパート2でね、ベストキット。沖縄に行く話があるんですけども、さすがに40年前の作品とは言っても、沖縄に偏見持ちすぎだろ、みたいなね。そんな作りになってます。空港から降りる、沖縄の人たちに出会う、みんな和服。江戸時代か、みたいな。で、本当に江戸時代みたいな家に住んでるんですよ。ちゃんと取材しろよ、みたいなね。まあでも、その、 アメリカから見た日本の時代、錯誤感が面白かったですね。まあ、こうやって映画を見るのも。まあ無駄といえば無駄ですね。いってらっしゃい。